どうも、パチオです。今日は何の話をしていこうかっていうとね、今ね、巷ではね、あの、鬼滅の刃っつうね、あの、アニメがね、映画化されて、めちゃめちゃ流行ってるっていう状態なんですけど、ちょっとそれに対して、お礼の一言みたいな話、喋っていこうかなと思います。僕がね、鬼滅の刃っていうか、ジャンプをね、しばらく買ってない、まあしばらくって10年単位で買ってないんだけど、ジャンプ読まなくなったきっかけっていうのがね、基本的に黒子のバスケでした。なんか、僕あの絵が苦手でね、で、ジャンプ読まなくなって、ただね、黒子のバスケね、アニメ化したらめちゃめちゃ面白くてね、俺、なんなら好きなアニメの方にあげるぐらい黒子のバスケのアニメ好きなんだけど、まあそれを置いといて、ジャンプはね、立ち読みする程度、コンビニでチラッとパラパラパラーっとめくって、あ、今どんな漫画やってんのかな、ぐらいな感じで、鬼滅の刃をね、まともに読んだことはないんですよね。まあ、まともに読もうとして、数ページで脱落したみたいな、そんなとこはあるんですけど、で、そんな状態で、アニメもね、評判がいいことはすげえ知ってたんだけど、で、まあ、リサが歌ってるとかね。で、そんな話で。で、まあ、僕もね、1話をね、ちょっと見たことがあるんですよ。その、始まった時だったかな、始まった、その、最初の1話の時に見て、で、それでね、僕がどうなったかっていうとね、寝落ちしたんですよね。で、寝落ちするぐらい僕の中で合わなかった。まあ、退屈だったんですよね、正直。で、退屈に感じて寝落ちするぐらいのアニメで、まあ、世間がどうこう言ってても、これは合わないなと思ってて。まあ、ただね、世間がものすごい、今、ね、大人気っていう状態です。鬼滅の刃。で、この前ね、フジテレビで、放送やってたじゃないですか。で、それでね、またちょっと見てみようと思ってね。で、そしたら、またね、寝落ちしちゃったんすよ。ちょうど1話のとこで。主人公の炭治郎くんが、なんか、バトルしてる後ぐらいで、まあなんか気失ってて、その禰豆子ちゃんが、なんか守ろうとして、ね、鬼なのに、ね、食おうとするんじゃなくて守ろうとしてるみたいな、なんかそんなようなことを、なんかその相手のやつが言ってて、まあそんな感じの時に確か寝落ちしたんですよね。まあこれは僕にとってはもう決定的に合わないんだろうと。まあそういう感じには思ってた。誰も、鬼滅の刃1話脱落生なんですよね、僕は。正直ね、もう今後何があってもね、おそらく見れることはないんじゃないかっていうね。まあ、なんだけど、今ね、ものすごいね、布教されるんすよ、鬼滅の刃、面白いよって。でね、別に僕ね、アニメ結構見る人だから、他にも面白い作品いろいろ知ってるし、そんなん別にいいじゃんっていう。で、俺はなんなら、見た上で会わなかった人なんだから、そんなに布教しなくていいよって、なんで、ね、面白いのにとか言うんだけど、いや、だから見た上で会わなかったんだっつうの。って言うんだけど、で、それでも一生懸命布教してくる。なんならね、この前行った現場ではね、なんか鉄筋屋さんがね、一生懸命、鬼滅の刃をね、休憩所でね、他の人に布教してて、まあ、他の人はね、なんか、はーんみたいな感じで聞いてて、何をそんな一生懸命になって布教してんだろうな、なんていう。でね、で、それだけだったらいいんですけどね、なんかね、鬼滅の刃、好きな人ね、ネット上でもそうなんだけどね、なんか、他の作品を超えたみたいな、そういう系のなんか、歴代でも一番面白いみたいな、とか、ワンピースを超えたとか、ドラゴンボールを超えたとか、他の人と比較しないと、そういうね、自分の見た作品が面白いって思えないのかっていうね、そういう風に思っちゃうんですよね、なんか。
ね、そのみんなに面白いって言ってもらえないと、あの自分が見てる作品が面白いっていう自信が持てないのかなっていうね。そんなことねえだろうって、自分が好きな作品を見て好きに楽しむのが一番いいに決まってるだろうと思うんだけどね。なんかそういうね、鬼滅のファンの子でね、それ僕ね、それにね、なんかね、ちょっと見覚えがあってね、そういうことをか、ネットで書いてくる人間とか、リアルに言ってくる人間とか。で、なんだろうな、この、ね、デジャビというかさ、その今までにもこんなやついたよなと思ってさ、それ頭の中でざーっと考えたんすよ。で思い出したっすわ。それさ、欅坂のファンと一緒なんすわ。それ欅坂のファンってさ、欅キッズなんていうね、ふうにネットで言われてて結構あれなんだけどさ。よくさ、まあ、僕はSKE のまとめサイトとかで、出入りして、まあ、ね、時々他の48系のまとめサイトも、まあ、たまには見たりするんだけど、ちょいちょいね、その、他のいろんなまとめサイトとかに、遠征してきて暴れ回ってたんですよね。まあ、今となってはね、ね、解散というか、改名して、新たな活動をしてる人、ところでもうね、なんならそのキッズって呼ばれてた人たちは多分ね、今まだファンやってないと思うんですよね。まあ、彼らはね、なんかその自分が応援してるものがね、すごいんだぞっていうことでね、なんでか自分が無駄マウントを取ろうとしますからね。そういうね、わけのわからんことをする人結構いるんですよね。いやいや、お前がすごいわけじゃなくて、その作品がすごいんだろって。で、例えばね、まあよくあるのはね、僕が好きな、SKE と NMB の不毛な、オタの戦い。まあ、それに関してはね、まあ、歴史ありだもんで、わからんでもないんですけどね、向こうの方がね、その、ナンバのオタがガーって言ってくるのもわからなくもない。なんならちょっとわかるぐらいのとこあるんだけどね。まあ、そんな感じでね、なんかその鬼滅の刃面白いのはいいじゃんって。まあね、俺は合わなかったけど面白いでいいと思うんだよ。うん。まあ見て面白かったんなら、で、その面白いを人に押し付けないでくれっていう、それだけ言いたくてね、こういう動画にしました。あとね、鬼滅の刃をね、ちょっと話題にするとね、なんか視聴回数が伸びるとか、なんかそんなようなことをね言ってる人が周りにいたんでね。まあ、ね、まあ、伸びろっていうか、こういう風にね、無理して伸ばそうとするとね、低評価の嵐になったりするんでね。てか、最近ね、アナリティクス見てたらね、その高評価の比率がね、ガクンって下がってるで、誰かね、俺にアンチさんがついて、後ろの方の動画に低評価つけまくってる可能性もあるんだけど、まあ、それは確認してないんであれなんだけど。そんな感じで終わりにしたいと思います。以上、パチオでした。バイバイ。